で、今日はですねケイトさんがちょっと島に来てまして、ケイトさんの役目って何なんだろう、ちょっと私まだ分かってないんですけど、話しかけますか。はじめまして、私はファッションデザイナーの琴乃と申します。デザイナーといっても独り立ちしたばかりでまだまだ修行中の身なんですけどね。今はデザイナーとして勉強するため各地を旅していろいろなファッションを見て回っているんです。お時間よろしければファッションに関するリサーチにご協力いただけないでしょうか。今回見せてほしいのはリラックスする時のコーディネート。そんな服持ってたっけな。スウェットとかなら持ってるけど。お家でゆったりとくつろぐ時の楽ちんな格好に着替えて見せてください。多分スウェット系とかだったら大丈夫だと思うんですけど、参考用としてリラックスのイメージな服をお渡ししておきますね。ありがとう。エイジ T シャツ？こんな感じのイメージでリラックスのコーディネートをしてみてください。さっきもらったやつ、エイジ T シャツ、これ何なんだろう。あー、なるほどね。いやでもなんかちょっと微妙じゃない？なんかキュロットとかあった気がするんだよな、私持ってた気がする。着替えましょう。やっぱ T シャツとかの方がいいんだろうね。スウェットパンツ、キュロット、キュロットかわいいな。スリッパ、あーこれさ、靴下いらない？靴下いらないんじゃないかな。リラックスコーデやからさ。いや T シャツがさいいのなくてさ。これでいいんじゃね？これはやばいかな？これやばい？みんな。だって、家で、こういう格好するでしょ？みんな。失礼。これでいいんじゃない？うん。これでいいよ。やばすぎる。これで外歩くのやばいよね。やべえな。ちょっと、恥ずかしいですけど、これで行きましょうかね。あ、ジンベエ見ないで！ダメ！見たらダメ！いや、マジでやばいな、この格好。いや、ブロッコリーおるし、広場に。うわ、モンコちゃんも来たし。琴乃ちゃん、めっちゃこっち見てるけどさ。なんちゅう格好をして島を歩かせるんや、琴乃ちゃん。責任取ってよ。服は上下どちらも着てください。お願いしますよ。着とるじゃん。タンクトップ着とるや、シャツ。私はこれで家の中過ごすんよ。いいじゃん、これで。人それぞれじゃん。許してや。しょうもないな。さっきのなんか、ネグリジェ。あ、これは私が着てた服か。これにするか。あ、これハラハラハラに行った。